ハハ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 ハ怖い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 斜めになっとるもん、足が踏ん張っとるけど。そこしか面白くない。そこしか面白くない。リアクション芸人。何武田さん、話したの？一応今いないんで。武田さん、どうか。僕もちょっと見てなかったんですけど、多分ケンタロウくんが小腹してる時に、手すりが緩んでて、バーンみたいな。あ、落ちたのか。そうそうそう。だから遠野ケンタロウなんやと。トラック見ます。見ながら向こう向いてるとバレてないから。こっちか、こっちか。めっちゃ引きずり落とされた。俺どうとしてた。俺やらしそうなの。俺どうもせん。お前しかもお前本社店長兼元マネージャーだろ。今さこだよ。今言って店長だよ。元マネージャーだろ。邪魔したらかんと思って。邪魔したら。邪魔したら。お前のためにみんな集まったわ。謝りゃいいんか。お前そういうとこだぞ。とばっちりみたいになってる。足とけぜ。ちょ顔やばいって本当にやだ。まあよ、まあそんな言い方ないでしょ。あとはもうそこがやっぱりこういう会社のまあいいところだね。今とか関係がおるそのためだからね。まだ今回こうやってすぐ連絡入れてくれた。ああ、もう壊しましたって。違う何こいつの誰お前なら指導ないなんかこいつめちゃくちゃちっちゃくそうそうだから本当にこういう人だったら大中小で並んだいやこれ高さがねそう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 笑い事では済まさないけど、まあ、まあしょうがないっていうことなんですよ、まあ、事故は起こるけどないけど最高の対応でもねきちっと電話するようになりして、はい、まあ営業で、まあ、土曜日は今日忙しいな、まあ、そうですねまあたまたま事務所いたんですぐ来て管理は？いや今あの一宮の方に、あれはもう現場管理もついてるから別でね。だって営業がおって現場管理がおって、まあ、そこの全体の店長もって言ってやります。物損か。久々だな。久々の物損動画だな。いやそうです。本当に。ないよ。先月本当にゼロで。ないよな。いや俺毎月報告書は上がるんですよ。はい、あの視聴者の人ちょっと説明すると。まあ、とにかく足場班だけじゃなくて、まあ、事故が起きて無駄な経費がかかったっていうのと請け負いしてまっとった業者が物を壊してそこが責任がそっちが見るとか会社が見るとか、まあ、あとは自然災害とかのが一実行一枚やらなきゃいけない多い時って10枚15枚とかあるって言われても最近ないもんなカーポートが、まあ、カーポートはもう事故じゃないもんな逆に営業にじゃあこんなん金取っといてよって感じだけどな、はい、そんな目の前に井村さんの目の前にって見つめるみたいな井村さんもえみたいな感じえみたいな感じじゃない笑うだけそこはまあまあそうだろうな
難しいところだと思う。今日は何解体作業で物産が起きて、節産も来るんだ。もうちょっとね、節産のまだ許可取ってないんで、この動画公開されてるってことは、まあこれ多分節産と俺ちょっと多分どっちかになると思う。どっち系になるんだ。謝れ謝れ。食べきますよ。食べきまで。これ使えるか分からんすけど、2回目なんですよ、うちで。10年前に。そうだよな、俺来たこと誰だ。確か。俺のこと知った。多分知っとる。で、その前回の時も別で、裏のあのパワーベッドの笠木のところが、まあ、誰か職人が乗っちゃって凹んで、あもごめして、もうあんなにそまで やり返ってくるらしいです。なんかあったよな、その昔。いいの、どうなんだ。でも今回何もないけどなぁと思ったら、まさかの最終日に。最終日。神妙な顔がうまいよな。めちゃくちゃ発生したピカイチで。お前車の中で携帯いじっとったんですか。お前なんかな、俺も来た瞬間言ったんですよ、うん、すいませんとか言って、うん、ケンタロウ謝ってくるじゃないですか、うん、まあしょうがないなって話してたら、めちゃくちゃ反省したふりして話してくるんですよ。反省した顔ピカイチだよな。本当にやったけど、お前奥さん多分見たら分かるでしょ。あいつまたやっとるわ。見てその顔見てるでしょ。隠し犯罪だよ。また使っちゃってごめんなさいって言って、毎月使うんだろう。お前嫁の前で、ごめん、飲みすぎて使っちゃった、ちょっと一枚貸してくれ、すいません、言うんだろう、マジで。それまで教えて。はい、はい、まあ、じゃあ、これちょっと出産の声が聞こえてないかもしれないですけど、もし聞けてたら、ちょっと、ね、話と、ちょっと俺がいられないから、お前ちょっと取れ。じゃあ。でも分かんないな、あれだったかなって言ったら、まあ大したこともなかったもんね。第1本もらった時はガラスでも落ちたんかなと思って、本当はまあ怪我もなかったもんね。あとはもうタイムだけうまいことね。そうですね、まあちょっとそこはしっかりさせていただきます。今後の対応に関しては、ガチャッと手配して、まあ、今日気にして、今今日パッと帰れればいいんですけど、うん、ちょっとそのガラス屋さんの在庫の関係もあるんで、うん、まあ、そこだけはちょっと確定ができないんですけど、その辺はしょうがないわな。はい、申し訳ない、うん、その辺はしょうがない。ちなみに今回2回目じゃないですか、うちで施工させていただいたの。塗り替え道場 の印象といいますか、こんなことがあったら聞くことないかもしれないですけど。印象は、まあ、真面目かなと思って。評価的にはやっぱりいいと思う。本当ですか。ちなみに満点が100点だとすると何点ぐらいですか。100点かやっぱり見せたらあかんな。そうですね、まあ、今回のことも含めて点数つけるとしたら、うん、やっぱり今子供も私も含めてみんな車乗ってるもんね。嫁に来たやつが帰ってきたり息子が来たりすると、まあ、ちょこっとでも車の確保場所は助かったんですか。はい、本当は昨日も平日が良かったんだけど。そうですね、うん、申し訳ない、誰もおらへん。それも職人が急遽ぎっくり腰になっちゃったみたいで、来る予定だったんですけど、こっちやっちゃったみたいで。申し訳ない、本当にちょっと 2,3 日前からちょっと一時寒かったんだよな。そうです、どんどん風吹いてな。いや、もうそうやって、まあ、ご理解していただけて、本当、ありがとうございます。とりあえずは、明日もうちが用事があるもんで、はい、それまでにまあバラしてもらえればいいもんです。一応もう、今日中には間違いなく、はい、バラし終わるので、ね。はい。まあ、あともうちょこっとだけど、気をつけて、そうですね、お願いします。すみません。ありがとうございます。はい。そして、はい。すみません、申し訳ないです。これ食べて。じゃあ、視聴者の皆さん、はい、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。はい、じゃあ、宮田シャツ、足場の買取、ぜひ、どんどんますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。せーの、まるでーす。11分。